ナンバーアイグループは YouTube コーチャーラのアーティストラウンジで写真を撮りました。コーチャーラでは楽しい時間を過ごしました。今年のコーチャーラは数多くの音楽愛好家やアーティストたちが砂漠のオアシスで集い、音楽とアートの祭典を楽しむために集まりました。その中でも特に輝いたのが 日本から世界に羽ばたいたナンバーアンダーライン愛でした。彼らのパフォーマンスは、ただ楽しいだけでなく、心に響く感動を与えました。2024年のコーチェラは、まさに夢のような体験でした。数々のアーティストが砂漠のオアシスで魅力的なパフォーマンスを繰り広げ、私たちを魅了しました。その中でも、 特に注目すべきはナンバーアンダーライン I のグループです。彼らのパフォーマンスは会場全体を熱狂の渦に巻き込み多くのファンを感動させました。YouTube Music と西王系が用意したアーティスト専用のラウンジはコーチェラの中心地となりました。有名人やインフルエンサー、クリエイターたちはこのラウンジで集まり つながりを深め、コンテンツを制作しました。ラウンジでは、冷たいビールやアイスキャンディーを楽しみながら、パフォーマンスのライブストリームを視聴することもできました。これは、コーチェラの熱気から一時的に離れ、リラックスするための場所として、大いに活用されました。ナンバーアンダーラインアイのステージは、ファンにとって待ちに待った瞬間でした。 彼らの登場には期待と興奮が込み上げます。そして彼らがステージに立つとまるで夢のような世界に引き込まれるようでした。富士とゴートの曲に合わせて彼らはエネルギッシュでダイナミックなパフォーマンスを繰り広げ観客を魅了しました。ただかっこいいだけでなく彼らのパフォーマンスには感動もありました。特に 二曲目のゴートでは、ジャクソン・ワンとのコラボレーションがあり、新たな高みに到達しました。その瞬間、彼らのパフォーマンスからは強いエネルギーが伝わり、観客も一体となって楽しんでいました。しかし、一方で、ステージの背景や照明が暗かったことが、彼らのパフォーマンスをもっと際立たせることができたのではないかと感じました。 明るい衣装があれば、彼らのダンスがさらに際立ったことでしょう。また、彼らの海外フェスデビューで、新たな課題にも直面したかもしれませんが、彼らの果敢な挑戦と成長を見ることができました。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを通じて、彼らはファンに楽しみと感動を与え、新しい世界に連れて行ってくれました。 彼らの姿勢や努力は私たちに勇気と感動を与えてくれます。彼らがコーチャーラでのパフォーマンスを終え、帰国する姿を見送る中で彼らのこれからの活躍がますます楽しみです。コーチャーラでのナンバーアンダーライン愛のステージは彼らの新たなステップを象徴するものでした。彼らの夢の舞台での輝かしいパフォーマンスは 私たちの心に永遠に残ることでしょう。彼らの今後の活躍に期待して、私たちは彼らを応援し続けます。紅茶エラ2024ナンバーアンダーライン愛がステージで輝く。YouTube Music と C.O.K.、OK、は、紅茶エラのアーティスト専用のラウンジを提供しました。このラウンジは、有名人やインフルエンサー、 クリエイターたちが集まり、つながり、コンテンツを作成し、コーチャラの喧騒から離れる場所となりました。ラウンジの利用者は、冷たいビールやアイスキャンディーを楽しむだけでなく、ライブストリームでパフォーマンスを視聴することもできました。コーチャーラでのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、彼らのファンにとって待ちに待った瞬間でした。 彼らがステージに立つと観客は一体となって彼らのパフォーマンスを楽しみました。特に彼らのパフォーマンスからは彼らの努力と情熱が伝わってきました。彼らの姿は私たちに夢と希望を与えてくれました。しかし一方でステージの照明や背景が暗かったことが 彼らのパフォーマンスをもっと際立たせることができたのではないかと感じました。明るい衣装があれば、彼らのダンスがさらに際立ったことでしょう。また、彼らの海外フェスデビューで、新たな課題にも直面したかもしれませんが、彼らの果敢な挑戦と成長を見ることができました。ゴーチャーラでのナンバーアンダーライン I のパフォーマンスは、 彼らのファンに楽しみと感動を与えました。彼らの姿勢や努力は、私たちに勇気と感動を与えてくれます。彼らがコーチャーラでのパフォーマンスを終え、帰国する姿を見送る中で、彼らのこれからの活躍が、ますます楽しみです。コーチャーラでのナンバーアンダーライン愛のステージは、彼らの新たなステップを象徴するものでした。 彼らの夢の舞台での輝かしいパフォーマンスは私たちの心に永遠に残ることでしょう。彼らの今後の活躍に期待して私たちは彼らを応援し続けます。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは間違いなくコーチェラのハイライトの一つでした。彼らのステージでは新たな世界が広がり、 観客はその魅力に引き込まれました。彼らのダイナミックなパフォーマンスは会場全体を感動の渦に巻き込み、多くのファンが涙を流しながらその姿を見つめました。特に印象的だったのは、ナンバーアンダーラインアイがコーチェラの舞台で新たな挑戦に臨んだ姿です。彼らは緊張しながらも自信を持ってステージに立ち、 観客を魅了しました。彼らのパフォーマンスからは、彼らの努力と情熱が伝わってきました。また、ナンバーアンダーライン i のパフォーマンスは、他のアーティストとのコラボレーションも含まれており、その瞬間は観客にとって特別なものでした。彼らのエネルギッシュなパフォーマンスは、会場全体に感動を与え、 多くの人々がその光景を目に焼き付けました。しかし、一方で、ステージの背景や照明が暗かったため、彼らの衣装やパフォーマンスがもっと目立ってほしいという声もありました。これは、今後のパフォーマンスの改善点として考えるべき課題かもしれません。オーバーオール、ナンバーアンダーライン愛のコーチェラでのパフォーマンスは、 彼らの才能と情熱を示す素晴らしいものでした。彼らは世界の舞台で輝き、多くのファンを感動させました。彼らの今後の活躍に期待が高まります。それでは、今後のナンバーアンダーライン愛の活躍に期待しつつ、彼らの素晴らしいパフォーマンスについてさらに議論しましょう。 彼らのファンや興味深い側面についてどんな意見や考えをお持ちですかどのように彼らの未来を見据えていますか